結構ここ最近気になることがあってですね結構外国人の方がねあの車運転してること多いんですよねまあ今雪道なんですけどこの結構止まれこれね止まらない人多いんですよねストップってかってたまあたまたま事故ってないからまだいいんですよくはないんだけど、えー、この止まれの意味分かってんのかなっていうあの交際点とかですね なんかそこが気になってもし理解してない人いたんだったら運転させちゃダメっすよねっていう、うん、ちょっとそこは気になりますねあとですねこれねこれこれなんか全然止まんないですもんね外国人運転してる時とか大体向こうの国の文化って基本的には車社会だから、まあ、歩行者が歩行者が引かれた方が悪いみたいな国も結構多くてですね だからあの渡る時は本当にもう命がけで渡らないと結構あのそういう国多かったですよねでも日本まあ日本以外もあるとは思うんですけど横断歩道があってまあこの四角のやつねこれの意味も分かってない人も多いんじゃないですかね間もなく横断歩道があるよっていうもうそこは減速して停止してまあ歩行者を渡らせなきゃいけないんですけどねこれね雪国だと結構厳しい時があってこれの位置が かなり手前にあると、全く止まれない場合もあるんですよね。減速したらですね。逆にスリップして、ブラックアイスまでと、こう、突っ込んでいっちゃいますから、そこがまたね、雪道の難しさなんですよね。これが、まあ、基本的に横断歩行者等、妨害等は交通違反、まあ、9000円。 取締りに点なんですけど、これ雪国だとどうかっていうところはちょっと難しいんですよね。でも止まらなきゃダメなんですよね。だからもう結局雪国でこれを止まるには絶対二十キロくらいだと無理なんですよ。四十キロ止まれないんですよはっきり言って。うんつい最近ねあの戦場式っていうところい 行った時もです、ね、まあ鉄道からバン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 人降りてきたんですよね見物客で。その時にここ地元の人がブレーって突っ走ってってププープって鳴らしてブーって突っ走って「あんた交通違反2点減点だよ」って思ったんですけどそこよく理解してるかなっていうあのおじちゃんとおばちゃんはですねまあとにかくですねこれがありますのでしかもだからこうまあぶっちゃけ言うとだからもう時速20キロぐらい走んないと雪国には無理ですこれ。 これを守らなきゃいけないので、まあ、四十キロって書いてあっても。まあ、二十キロぐらいで走らなきゃいけない場面が多くなります。ということでね、はい。それを外国人たちは理解できるかって、日本人ですら理解してないもの。理解できっこないような気がするんですよね。どうせ車を貸さないっていうのは一番いいですよね。多分。